はい、こんにちは、ブルーホースです。つうわけでね、続きやっていきましょうか。バイオハザードアイボー。ちなみに今ってちょっと待ってね、トークンは、全部ないので、じゃあ行こうかね。もう早速ですね、もう重い感じがしても仕方がないということなので、チュ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 、さあ一発一発しっかりと始末していきましょうか。うらうらうら、なめんじゃないわよ、あっちょー。オッケー、強っ、やっとかよ。で、優勝。チキ。あ、そ、ん？あれは？ムシムシパニック。あ、ムシムシパニックやったな。よしよしよし、オッケー。んで、チラッと後ろ下がっても特に見当たらないから。Almost there. Almost there, Ashley. Coming. で、ちょっと待ってね。でもトラバサミあってもいいのか。音楽がすげえね、ジュン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 って言って、マシュリーもね、ほら、お城の途中からさ、ここまでの瞬間でさ、しばらくレオンと会ってないじゃん。彼に一体何があったのっていう状態だよね、こんなになったらさ。あ、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、冬。音楽だけは非常にかっこよくなってきた。ここに来たことによって音楽がなくなった。あ、ないのか、そうか、ないのか、残念でしたな。これは必要ないし、残念でした。また聞いてね。うるる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 、ピキン。で、こっち行って、さてさて、でこの中に確かまだ隠れて、これでてれてっ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 てくれってってって、な、苦しんでるだけかい。おし、あ、ちょちょ、おしまい、てれれれ、バフ。オッケー。あ、待って、いてててて、あ、なんだ、なんで、そんで、こんで、ハンダーパーティー、で。待って、もうね、非常に、もうすでにね、まだ戦いがそんなに激化していないはずなのに、バグっているんですね。食らってる。なんかすげえ爆発してる。どこや？なんか勝手に、自爆してるやつろ。あ、後ろ、お前、スニーキングミッションうまいな、この野郎。電車速度だったらどっちの方が速いかを勝負してやるんじゃないか、この野郎。あいってー、普通にキック。で、ムシムシパニック。ちょっと待って。ストッピンシーザン、どこ行ってんの、ほんと、バカじゃないの。あ、いて、嘘やん。ちょっと予想外の展開が起こってしまいましたね。こっからコンティニューすると一体どうなる？マジかよー。おお、すげえやり直して、まるで何事もなかったこのようにやり直して、ですが、リアルをお届けしてまいりたいと思います。チャキ？あれ？あ？いない？アイエスター！アイエスター！誰にバレた今？ああ、あいつか。おめえか、さっきからなんかロケラン、違うな。おめえじゃねえな。あ、どこ行った？はい、出ておいで、パンダ。よいしょー、あれ、よいしょー、もう一回。オッケー、さよなら、三角、また来て、四角はバナナ、違う。四角は豆腐。あう。豆腐は白いわ。うさぎは跳ねるわ。やばいよ。オッケー、爆発。こっちの連射力を舐めるんじゃないわよ。本気出すわ、あなたなんてね。嫌いよ。顔も見たくない。ててそうです。なんだ？お前、この野郎。自分の音で全然聞こえなかったべや。まだ生きてる？まだ生きてたら嫌なんだけど。生きてる！生きてやがる。この野郎。原作のロケットランチャーよりもあれだよね、なんか倒れる、あ、倒れた。まだどっかでブブブブブ言うてる。めっちゃ小刻みに兵こいてるやつおるぞ。こんなところで兵かましやがって、どうすんだよ。火薬に火がついたらボーンって。硫黄だぜ、硫黄。ウェイター、シンプルのウェイター。で、まあやっぱオーバーキルって、オーバーキルしてたはずなのに、どないなってんねん、ほんま。親の顔が見てみたい。で、優勝。
さよならお顔。さよなら、あ、あれ？さよ、あれ？あ？いや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 。あれ、ちょっと待って、あいつ当たんねえんだけど。What happened to you？ え？あいつ無敵やぞ。無敵というか、もうなんかもはや、透明人間、現る、現るっていう。ライフ。ふっ、着地。I'm allowed。 で、もう仕方ないですね。お邪魔しましたー。ちょっと待って、やばい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 、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいっぱいは、いっぱいなのはおっぱいだけで十分です。いっぱいお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 っぱい、たくさんのおっぱいに囲まれて窒息死してみたい。そんなアホなこと言うてんと、なんで、何してん、何してん、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。よし。じゃ、こっち行こう。やばいやばい。おめえ、またいたのかよ。そうですか、そうですか。ほいー。よいしょー。おら、バカ野郎、バカ野郎。なめんじゃねえよ。next time is 爆発。ふぅ。燃えるぜ、ベイベー。そして、ピッと。おら、来い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 。なんか、もっと来てくれるもんだと思ったけど。おぉ、来た。カッキン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 、ちょ、硬くない？え？ちょ、後ろから、え？は？どっから？ほんで、なんなら、もっちゃ攻撃したいんですよ。いた、あ、ちょ、待って、あ、食らったかもしんない。ですよね。このクソ、誰どもが。プレゼントフォーユー。連射速度で負けないわよ。おら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 。まさかのね、普通に。オラ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 とかさ、もうさ、ゲーム実況何年やってきてさ、その語彙力何なのって言って、足が砕け散ってんだよ、てめえ、この野郎。うどうどうおうおうおう、ちょっと待って、銃が撃てない、銃が撃てない。あー、なんか発狂してやがる、てめえ、この野郎。あ、だから、もう、異常者だよ、もう、トー横だよ、トー横、こんなの。おー、トー横、本当にトー横。やば、ここ。おうおう、追加ですね、追加。スイカのラーメン頭から生えてきやがった。うにゃろ、替え玉、替え玉、替え玉。替え玉ダメです。よし、いい、さよなら。ちょっと待っても。どこ向いてんの？バカだれ、死ね！死んでんだ。あ、死ぬ。ちょ、は？顔つすぎる、顔つすぎる。ちょっと待って、本当にもうこんな、イカレチンポどもが、イカレチンポ、このチンコ虫どもが。あー、また、え、こんな生えてきたっけ、こいつら。よいしょ。よいしょ、OK。このチンコ虫どもが、ほんとに。あぶね。あぶねっつうか、もうアウトなんだけど、完全にさ。ここ入ったらなんかいる？お邪魔。え？おお！おお！入ってこれねえのかよ。なんか入ってくんのかと思ったら、入ってこれねえのかよ。ってなって、逆にこっから飛び降りれば勝ちなんじゃないか。さよなら、バイバイ。おい、痛い、なんでやねん。ピッ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 、ほらほらほら、ほら、ここに入っておいで。入ってこれるもんならな。大丈夫？よし、オッケー。で、こっちの方に。いやー、もう、汗リンゴ、菊池リンゴです、ほんとにもう。そのネタはもう、あれだ、キヨさんしか言っていけない気がするけどね。よし、じゃあ行こうか。いやー、まさかの、いやー、ちょっと待って。激しいっすね。求愛行動が激しいっす。ちなみに、この時にさ、すでにいたりとかしないのかな？アシュリーのぬくもりしかないね。アシュリー！今日はどんな格好をしているのかしら？おいで、おいで、おいで、おいで。来たー！もうすでに顔色が超悪い！おー！なんか布切れ一枚、なんか、あ、ぜひハサミでカットしたいですね、真ん中の、ところね、プルンプルンですよ、本当に。プルン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 。で、お前だけなんで、だから、いつの間に現れてきたのよっていう話であれ。ね、で、そしてサドラーさんさ、この人がレオンと同一人物であるということを証明しようって、数式を立ててし、見なさいって、公式を立ててみろっていう話だよね。ね、なんかもうそんなごちゃ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 言ってるのはいいんだけどさ、ね、明らかに、こいつ、あれ？なんか俺、こいつに感染させたっけっていう疑いを1ミリでも持った方がいいんではないかという。
全然そんな嫌いもないですね。はい。まあまあそんなことはどうでもいいんですけど、そんなことどうでもいいんですけど、音調を切るだけでいけ、何あの、あれですか、あ、穴という穴を差し出せばよろしいでございますか。サザンサザン、いや多分ね、あれだよ、あのほら特殊スーツってさ、あの僕メガレンジャーって好きで、毎回メガレンジャーとか思ってたけどさ、なんか特殊スーツって確かさ、あのこう何分までしかこう力を発揮することができない、まあウルトラマンとかもそうだけどさ、ね、握りつぶしゃでグーッと思うじゃん。Now Goはい、行って、まあ、この後ね、お姉様が大変なことになるということもついつい、これ見えんじゃね、大丈夫、危ない、テープ、あ、衣装が元に戻って、いつの間に着替えたのだ、ぬっ、パラ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 、そうはさせないわよ、ふーどーん、まあ、この裏でね、やばいなぁ、この衣装もなぁ、もうなんかさ、こう谷間という谷間からさ、谷間という谷間って言って、谷間1個しかちょっと、ね、しかもこれさ、ただのもう、やばいじゃん、もうほんと、ただのロスキュ状、しかも揺れてるし、これはたまらんチキショーってやつだな。オッケーオッケー。じゃあこのまま行きましょう。ね、この先が第二研究室。そうなんです。彼がいるんです。ということで、まあ皆さんね、一時のこうちょっと私服をね、もうなんかもうこの格好、お互いの格好がもうカオスという空間なんだけど、うわ伸びてる伸びてる、おっぱいが伸びてる。大丈夫かな、今のあの一瞬で見えてたら俺赤番されるんだけど、大丈夫かな、セーフかな、どうなんだろうな、こういうのってさ、赤番になってしまうのか、赤番になったらもう終わりなんだけどさ、せっかくチャンネル登録者数もさね、収益化できるところも言ったのに、赤番になるのか、おお伸びてる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 、もしくはこのアカウントだけがねダメなのかって。まあでもそんなこと言ったらさ、AV 関連の動画を上げてるやつ、チャンネルとかさ、ね、男の乳首、男の乳首はセーフなのか、まあ水着で普通にそういう格好になってるってことだもん。まだ抗う。まあ抗うというかさ、もう単純にさ、お前のことが嫌いなんだよ、みんな。よいしょ、オッケーよ。うん。今ね、見えてたな。え、ちょっと待って、普通に見えてた、見えてるくないこれ。ちょっと動画を見直してみて、見えていることが分かったら、ごめん、ぼやかすか、そこだけ隠すようにします。その瞬間だけカットするか、もしくは、ちょっと黒い、もしか何かを入れるかして、完全に見えないようにします。見えちゃったよね、これ今ね。え、見えてるくないだって。怪しいから、なんか自分でカットポイントとか、なんか編集点を入れまくることになってるけど、あ、やばいやばい、倒れる。編集点を入れることになっちゃってるけど、これ見えてるな、完全にな。うん。そっか。大変なことになりそうですね。うん。これ、ちょっと本当に細かくチェックしないと、マジでやばいかもしれない。さあ、ふうふう。じゃあ、ルイスの鍵。でね、これ最後にね、またね、これが終わった後にルイスの鍵を売るという鬼畜の所業、レオンちゃんっていう話だからね。さあ行こうか。よいしょ、よいしょ。最後にお尻でも眺めるみんな。はい。This time. いや、本当にこんなスタイルのいい女の子がいたらもう多分ね、4冊1キロ、1キロですよ。ねえ。まあ、マイノリティの癖を持っている人だった。ちょっと待って、なんかすごい、え、は？なんか修正、規制がかかってるのか。いや、お胸のあた、ちょっと待って、透けてるー。胸が透けてる。やばいやばい、体全身が透けてるぞ。急に消えた、なくなった。怖い。やばいぞ、これ。ガチのホラーやん。あれ？エロくなくなってる。むしろ怖い。どういう状況これ。大丈夫かなこれ。よし、やるぞ。え？ほい。まあ、ここは普通だよね。これまで通りだよね。発射！あ、ごめん、早かった。発射！消えてる！やばいやばい、怖い。すっげすけやん。でこの状態になってるんだったらさ、中の寄生虫だけでもうにゅうにゅうにゅうにならないのかな。いや、ちょっと待って。エロいことを信じてたのに、ただのホラームービーになってるやん。やばい。ああ。
ここでもっとこうなんかちょっとエロいことにならないかなって思って信じてたのに、まさかの透明になるってグロテスクなね、あ、はい、まあ、あの、いい感じで終われたのではないでしょう。体どこ行ったのよ、アシュリー。おい！まあいいや。はい。つうわけでね、今回の動画も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。撃退数ね、死亡回数。死亡回数は結局、どうなってる ?001。あれ、チャプター2で死んでたの？あ、そっか、なんか、あれだ、切り刻まれたんだ。で、チャプター3でも、ね、あの、デルラゴちゃんに飲み込まれまくって、あ、なんだ、結構死んでんじゃん、これ。ダサ。で、ケースカスタマイズ。あ、そうだ、ね、鶏。ね、各卵の回復量。まあ、残念ながら、卵がそもそもないから、あれなんだとかね。で、じゃあ、まあ、最後の戦いということなので、ね、使うだけ使っていきましょう。で、そう。で、武器も、そうそう、ちょっとね、改造を最後に施していきたいな、というふうに思ってますんで、こんな感じでやっていこうか。はい。じゃあね、今回、あ、そっか。じゃあ、逆に言うと、これいらないんだな。で、これもいらない、これもいらない。で、何を改造してたかっていうのかわかんないから、とりあえず持てるだけ持っていきましょう。はい。じゃあ、一旦ね、こんな感じでね、終了とさせていただきたいというふうに思いますので、次回最終パートになると思いますが、まあ、あのね、戦いの前に準備を整えるという感じで、進めていこうというふうに思いますんで、そちらもぜひご覧いただけたら幸いでございます。では、また明日お会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。